鶴子のポチ。カモンオーバーヒア。いつ何時、どんな堤防からでも、どんな魚でも釣る、そんな He is 広瀬マンが帰ってきたぞということで、今回はね、神戸のポートアイランド沖のね、非常にメジャーポイントです。足場のいい広い堤防です。でね、こういったところで手軽に狙える魚、それは何ですか。これはね、今サゴシが狙えます。でね、まあサゴシとかね、タチウオとか非常にね、あのルアーで反応がいい魚です。でそうやってね、手軽にできるショアジギング、これをね、今回はお見せしたいなと思います。釣れる魚は何ですか。サゴシです。では早速サゴシ狙いでゴーサゴシ。ちょっとまだ薄明るい時間なので、タチウオとサゴシと両方狙ってみます。ジルバラのタチウオカラー 40g、 これでまずはボトムを取って、ゆっくりとしたジャーク、ロッドガーソルパラですね。リニューアルしたニューソルパラの SBX1002LSJ。 あ、鳥が飛んできた。鳥飛んできたのはベイト回ってる証拠ですね。上の棚なんで、これジャークの仕方を横方向に変えてます。あっちの方でよう跳ねてるけどな。こっちにも群れが来るといいですけどね。送った。あー、当たった。横方向のジャークですね。普通はね、こう縦に縦にこう動かしますけれども、割と上の棚やるときは横ですね。横にスライドさせるように引いて、一瞬ジグがピラッと落ちて空間を作ってやるような感じですね。沖の方で当たりましたね。でサゴシの場合はもう必ずリーダーチェック。お、フォールで食った。よっしゃー、フォールで乗った。メタルジグはシャクルだけじゃないですかね。フォールもアクションですかね。フォール中に当たったら即ベールを返してフッキング。フォールで食ってきた魚の正体は、はい、あー、マジか。ちょっとマシなサイズでしたけどね。食った。フォール、これもちょっとマシなサイズですね。サゴシでしょう、おそらく。よいしょ。よっしゃー、サゴシですね。はい、朝まずめに来たのはサゴシですね。まあ、あの同じような釣り方で、まあ、サゴシが釣れたり、タチウオが釣れたり、まあ、あとはハマチ、ツバスですね。そのあたりの魚が狙えます。で、まあ、あのメタルジグってね、本当に激しく動かすだけじゃなくて、ゆっくりとしたジャーク、もしくはリトリーブ、またはね、フォールっていう動きも一つのアクションなので、ポールのあたりっていうのも非常に重要なので、リアフックは必ずつけといた方がいいですね。はい、サゴシゲット。
安定の佐護市でね、立ち往からですね、リーダー傷入ってるの分かります？佐護市はね、立ち往もそうですけど結構歯が鋭いですから、リーダーに傷が入ってたら雨にチェックして結び替えましょう。着水させてフォール、フォール中も油断できないですね。ベイト、これは片口かな、5センチぐらいですね。お、意外と手強いね。手強い時どうするか。今がね、これソルパラの LSJ でジグパラの 40g でやってますけれども、さらに繊細に攻めていきます。 SSJ に変えていきます。ジグパラ TG のこれね、グロー、ゼブラグロー、これはもうお助けルアーですね。必ずソリッドリングに結んでください。その代わりサイズは選べません。当たる。ジャーク入れて、その後のフォールですね。巻きリトリーブですね。ただ巻きは当たらないね。ただ巻きはダメだけども、もうちょっと風間を作ってやると。着水リトジャークしながらちょっと風間を作ってやる。当たってる。ね、ただ巻きでは当たらないけども、なかなか乗らないけど、この一瞬ひらひらっと落としてやる風間を作ってやる。同じポイント、同じルアーでも動かし方によって魚の反応っていうのが全然違います。逆にリトリーブでよく当たるっていうケースもありますからね。さあ釣れるでしょう。次はこの辺かな。当たると思うけどな。当たってる。よっしゃ、乗った。やっと乗せましたね。やっぱりリトリーブのアクション、これが有効な場合もありますし、ジャークから一瞬ひらひらっとフォールさせてやる、ジャークからのおやすみなさいフォールで食いましたね。よいしょ。で釣れたのはサゴシ。もちろんね、サゴシだけじゃなくていろんな魚が狙えますんで。
ぜひ皆さんもジャーク&おやすみなさいフォールで狙ってみてください。はい、今回使用しているメタルジグなんですけれど、まずはね、一番ベーシックなやつ、これですね、ジグパラですね。もうこれね、もう非常にみんな使ってくれてると思います。でこれはね、タチウオカラーっていうね、ゼブラ系のカラーですけれども、まあタチウオはもちろん釣れますけれども、サゴシ、それももちろん狙えます。まあもう絶対に押さえときたいルアーですね。でフックももうこの通り標準装備されてますんで、パッケージから出してすぐに使えます。でこちらはね、初めて見る方もいらっしゃると思いますけれども、ジグパラマイクロのスイムですね。スイムっていうのはもうこのスイミングのスイムですね。もうただ巻きだけで釣れる、まあ、非常にコンパクトなシルエット で非常によく飛ぶジグです。でまあ、これの場合だったらね、小型の魚ですね、まあ、サバ、アジ、メバルで、まあ、メッキ、カマス、そのあたりとね、まあ、ライトゲームで遊ぶにはぴったり、まあ、何かしら釣りたいっていう方だったらジグパラマイクロのスイム、これも一つ押さえておきたいところです。で、まあ、大活躍するのがやっぱりこれですね、ジグパラの TG っていうのはタングステンですね。タングステンのジグもね、まあ、非常に、コンパクトなのでよく飛びます。で早く沈むし、まあちっちゃいね、コンパクトなシルエットなので当たりもよく出ますんで、まあ、今回はこれが主役ですね。タックルに合わせてさらにライトにします。ジグパラマイクロのスイムですね。もうミノーみたいに巻くだけです。で、ロッドが902の SSJ、 さらにフィネスにしました。釣れる魚がね、もうサゴシで、しかもサワラみたいな大きなサイズじゃないんで、当たる。ジグパラマイクロスイム、まあライトゲーム全般、メバル、アジ、サバ、そのあたり、あとカマス、メッキ、そのあたりも狙えますね。スイムのアクションが効かなければ車を作ってやってください。さあ LSJ にチェンジで TG の 40g ですね。くたーしゃー、やっぱり TG の40やとちょっとサイズアップしますね。よいしょ、あー、サイズアップ、よいしょ。狙い方としてはやっぱり横方向のスライドさせるようなジャークですね。で一瞬クーマを作ってやる。おやすみなさいフォール、はい、今ね、当たるのが手前じゃなくてかなり遠いんですね。で遠いポイントまでルアーを届かせるためには、まず一つはルアーをタングステンのね、小粒で空気抵抗の少ないルアーを使うという点、そしてたらしをね、長めに取る、リールの位置ぐらい、これぐらいの位置にすると必ず後ろを振りかぶって、誰も人がいないかとか、そういうことを確認してからで、振り子のような感じで投げる。これが一番飛距離は出ますね。やっぱりショアジギングで飛距離は最大の武器ですからね。まあ、表層付近でサゴシがいてるので、ちょっとボトムの方も探ってみましょう。
この時間でもね、ボトムの方だったらタチウオの可能性もあるんでね。デイ立ち狙いはやっぱりメタルジグが有利ですね。当たった、遠いな。手前は全然当たらないな。ほんと木の方だけやな。これはもうタングステンでぶっ飛ばすしか方法がないな。ドエンと沖の方は当たる。当たった、よっしゃー、食った。軽いジャークですね。軽いジャークでちょっとクーマを作ってポールで乗せる感じ。やっぱり遠いぞ。サゴシが釣れるポイントは遠いぞ。 IWGP ぐらい遠いぞ。遠いポイントを直撃できるのがやっぱり TG だとよく飛ぶ。これあの40、50、60っていうちょっと重いところ、これリアついてないです。でフロントのダブルのツインだけなんですけども、自分でジグパラトレブルつけてます。そういったカスタムもぜひ。でポールのあたり取っていってください。で 40g ぐらいのジグにぴったりなのがソルパラのLSJ ですね。で僕は1002の LSJ 使ってますけれども、9096あたりもおすすめですんで、 LSJ と 40g の TG 抜群の組み合わせです。思いっきり TG でぶっ飛ばしてゆっくりジャークする。でホールで食わせる。今日のパターンはこれですね。サゴシが釣れるポイントは遠いぞ。 IWGP ぐらい遠い。結構ねベイトが近寄ってて、それに魚がついてたら手前の方でも釣れますけれども、まあ、今日はねもうかなり沖ばっかりですね。もうマイキャストフルキャストしてたら体力も持たないんで、今ね、これ風が背中から吹いてる感じですね。でその背中から吹いてる風も利用して風で飛ばすと、それも一つの手ですね。ちょっとフライ気味に投げてやると、こうずーっと今ルアーが風で運ばれてるような感じですね。風に乗せてちょっとねルアーの弾道を上げてやる。で風に乗せて遠くまで運んでいく。これ逆に向かい風やとライナーで弾道を低くして投げる。そのねルアーの軌道によっても飛距離っていうのは全然変わってくるんで、風向きによってその弾道を変えてやる。これも飛距離を伸ばす秘訣です。やっぱりね、昭和ジギでは飛距離は最大の武器ですからね。そのあたりも意識してやってもらうとより飛距離が伸びると思います。まあ、使うジグの重さによって竿の硬さっていうのは決まってきます。で、まあ、40g ぐらいメインでやるんであれば、やっぱりライトショアジギングモデル LSJ、まあ、大体一般的な防波堤では 40g 前後使うことが多いので、
まあ、LSJ の出番が非常に多いですね。で、まあ、30g もしくは 20g ぐらい、まあ、SSJ スーパーライトショアジギングモデル902と942とソルパラは以前のねソルパラにはなかったんですよ。 SSJ っていうねジャンルは、まあ、そのあたりもねその現代の釣りに照らし合わせてモデルチェンジのタイミングでラインナップも見直してます。特にね SSJ これは割と注目度が高いと思いますね。まあ、20g、30g ぐらいのジグであればまずはエントリーしやすい。でそのあたりのジグがちょうど使いやすいのが SSJ。 もうとにかく何かしらショアからジグで釣ってみたい、そういった方にはおすすめのシリーズですね。スーパーライトショアジギング。はい、今回の使用タックルなんですけれども、新しくなったソルパラ、これのショアジギングモデルを使用しています。で、まあ、ショアジギングモデルね非常に充実してます、ソルパラも。で、まあ、どのタックルを選べばいいのかなっていうのをね、判断の基準としては、メインで使うジグの重さですね。でこっちやったらね902の SSJ で使ってるジグが、ジグパラ TG の 18g、まあ、20g 前後ですね。でこっちの1002の LSJ これが、TG の 40g ですね。で、まあ、もっと深いところとかね風が、強い時なんかだったらね 50g、60g っていうジグも必要になってきます。そうなってくると、まあ、もっとパワーのある MH だとかあとはもうあの大型の青物を狙うんだったら H、 そのあたりが必要になってきますけれども、まあ、この堤防のね、足場のいいところでここもあんまり根がかりするものもないですし魚にねこう根に入られるっていう心配もないので、まあ、この SSJ とか LSJ とかそういったライトなタックルで楽しめます。で、まあ、ソルパラ、非常にねリーズナブルなんですけれどもパーツ類ですね、このリールシートだとか、ガイドなんかも安心のフジパーツ使ってます。でリニューアルしてね、非常にアイテムもね、以前のソルパラと違ってこの SSJ っていうのもね一つラインナップに加わってますのでぜひね、ショアジギングデビューっていう人にはぴったりだと思いますんで新しいソルパラ組んで青物からタチウオいろんな魚と遊んでください。でもなあ、送った、ああ外れた、送ってる食ってる食ってる、おい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 、よし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 、今これもね全然周り釣れてないタイミング、ここでしっかりと食わせれるのがやっぱり飛距離の出る TG、 なんといっても飛距離は最大の武器。そして釣れてくる魚は何ですか、これはよいしょ、おい、やっぱり安定のサゴシでした。これもねなかなか今ちょっと当たり遠のいてます。でそういったタイミングで遠くのポイント、これ1002の LSJ で TG の 40g、 もう相性バッチシなんでこれで遠くのポイントを直撃して TG なら狙えます。サゴシのポイントは遠いぞ。当たった。今これをねタックルを一番ライトな902の SSJ、 これでもうとにかく飛距離飛ばすために TG ですね、 TG の 18g、
スーパーライトショアジギング、これで軽いジグを思いっきりぶっ飛ばす。これだともうね、ほぼほぼ試合終わってますけど、これだとまだ釣れる。当たった、よっしゃー、乗った。渋い中でも遠くのポイントなら釣れるぞ。そして釣れた魚は何ですか。遠くのポイントで DG を食った魚は何ですか。ヒイツサゴシ、サゴシ祭り継続中です。これが902の SSJ と TG の 18g、まあ、いわゆるスーパーライトショアジギング、まあ、重たいジグをねぶん投げてでかい青物釣るのももちろん楽しいですけれども、こういうスーパーライトなタックル でね、お手軽お気軽ショアジギング、これもぜひビギナーの人にはおすすめです。カモンオーバーヒア。何これ、いきなりゴー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 ンって、何これ、魚の正体がわからん。何ですか、かかったのは。はい、今日一サイズ出ましたね。やっぱり TG これですね。難しいショアジギングじゃないです。ゆっくりゆっくりとしたしゃくりで、でこうふわふわっとこうホールのね間を作ってやって、そのタイミングで食わせるっていうような感じの釣り方ですね。で今回は TG の40ではこの LSJ で、18ではSSJ、 そんな感じの使い分けで、まあ、あの使うジグの重さに合わせてロッド選びっていうのも、まあ、一つ参考にしてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあまあこのぐらいのサイズになるとね、なかなかよく引きますんで、ぜひね皆さんもサゴシだけじゃなくてね、ツバスだとかハマチでメジロでタチウオ、まあ、いろんな魚、ライトショアジギングでは釣れますんで、ぜひ皆さんも神戸都選さんでポーアイ沖にCome on over here。 当たった、よっしゃ、乗った。中層ですね、ゆっくりとしたジャーク。釣れるのはサゴシ、サゴシ祭りますます継続中。リアですね、リアつけといた方がいいね。はい、ということで、まあ、お手軽お気軽な、ライトショアジギングですね。まあ一つのねキーとしてはやっぱりルアーの飛距離、これはね非常に大事、ショアジギングでは。でまあどうやって飛距離飛ばすかっていうと、やっぱりねたらしを長くするとか、風で運ばせるとか、まあまあそういったあのテクニックもありますんで、ぜひその辺もお試しください。まあサゴシだけじゃなくてね、これからいろんな魚種釣れます。ぜひねこの秋ライトショアジギングにデビューしてみてください。では最後に一言、ライトショアジギングを愛してます。